はい、チゃオ、カメです。今日はですね、4月の23日火曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感、そして気になる金融と経済とビジネスの動きですね。そして、えー、最後後半ではですね、注目3銘柄ということで、今日材料が出てですね、明日動くかもしれないですね。そんな銘柄をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思っております。先物がですね、今、日本株はですね、日経金はトントンぐらい、えー、米国株がですね、 いやいやですね、まあ、ここまで大きく下がってきたので、自立反発を遂げてると。今、そういった状況になってますよね。そして26日にですね、えー、デフレーターですね、インフレのですね、今の状況をですね、えー、を示すですね、えー、PC、なんだっけな、この後話しますけどね、えー、PC デフレーターだったっけな、まあ、正しいちょっとね、用語はまたこの後皆さんに紹介しますけども、が発表されると。 まあ、結構ね、えー、そこで今後のですね、えー、先行きが米国株決まってくるかなと思いますのでまあ、その天王山がね近づいているという話もですねちょっと中盤ぐらいにしていきたいなと思っております。ということでね早速行ってみましょうとまあ、レギュラー編なのでね、えー、まあ、余計な話はねあまりせずという形でね今日も進んでいきたいなと思うんですが2経験です、ねえーまあ、値上がりをしたということでまあ、バリュー株って言いますかね割安株に、えーまあ、買いが入ったと。 いっった状況になっていま,すまあね、えー、実際にはですね、大きくここまでね、えー、第一下落波動ですね、短期下落波動を終えて、えー、中期下落波動に入っていますので、まあそうした中で、まあやや買われたと、もうこの辺りから、まあ、買ってくる個人投資家とかね、もう結構いるでしょうと。 思いますなので、えー、まあ、そういった意味ではね、ちょっと買い支えが入ってるというところもありますけども、短期下落波動の中にあることは、ね、から中期下落波動にですね、移ったという状況は変わりがありませんのでね。 実際には、あそのあたりのテクニカルの部分をですね、説明していこうとは思っていますが、冒頭で話した通りですね、えー、そういった意味では、ニューヨークダウンの先物がですね、170ドルってことでね、一旦はまあ、自立反発。これも自立反発の今、範中ですけどね、えー、ここまで大きく、昨日の動画で話しましたけども、下がりましたのでね、ニューヨークダウンもナスダックもですね、こういった状況で、えー、ずっと下がって、3分の1ぐらいもね、今戻してますよね。まあ、やや自立反発が入りやすいですけども、えー、日本と同じような形でね、仮に26日の夜ですよ、えー、インフレが、 うん、まだまだ、えー、ここから先ですね上がっていくような状況の数値が出た場合はですね一応そういった予測が出てるんですよね、えー、インフレが加速をですね盛り返してきて加速をしていくんじゃないかっていう数値になりそうだと、まあ、原因を盛り,、ねえー、織り込んでねその時点では いないと思いますのでね。えー、今、その数値がここから出てくると。これまでは折り込んでいなかったので、ここから出てくるとなるとですよ。やはり、インフレ加速をしていくて中で、またこ、ね、ここで下がっていく可能性もね、26日を起点にせですよ。まあ、十分あり得るんじゃないかなと思って、僕は警戒はしていますけども、もちろんこれはね、当たるもはっきり当たれもはっきりなので。まあ、日本株はね、ちょっと一足早くね、えー、第二下落波動に入ってますから。 今、米国株が第一下落波動だとすると、ここからね、えー、盛り返すとしても第二下落波動に入る可能性も、一応ね、考慮添いてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、年には年を入れとくということもね、えー、まあ、大事ですし、僕はね、どちらかというとそういった意味では、うんまあ、リスクを最大化して、その中でチャンスを拾っていくということをね、えー、まあ、やっていますので、えー、まあ、その可能性はね、十分、うんまあ、検討しておきましょうと。で、一方でね、日本株はトントンですね、プラスでもなければマイナスでもないと、この18時現在ですね。 今状況になってます。先物ですね。だからまあそこに向かって、えー、まあ今後お、ね、26日に向かって、まあ多少まあそ,そこまで反発する可能性はありますけど、そこが天皇像になるので、えーねえー、ということは頭に留めておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。そう、それからですね、先行販売がされているんですよ。えー、新 NISA 完全勝利ってことだね。これは日本株で NISA、えー、をね、えー、戦っていきましょうと。特にね、個別株と、あとはね、別に個別株だけでリスクをね、ひたすら拾えと。 ひすら背負えと言ってるわけじゃなくてね、カチカチ山じゃないのでね、タヌキさんではないので、すべてのリスクをね、個別株でっていうわけじゃなくて、あくまでコアサテライト戦略ですね。コアの部分はしっかりと米国株とかね、オルカンとかっていうところでしっかりと積み立てていって、それらのね、成長枠ではそこは個別株という形で、日本株でえ、ね、大きく勝負に出てもいいんじゃないかということを解説をした動画になっています。 なので、えー、コアサテライト戦略なので,で、両取りですよね。うん。どちらかというとね、両取りで言うとね、え、さんの場合って、絶対に、えー、米国株のね、え、e、EMAX s l i か、えー、オルカンですよね。全世界株式投資の、おーね、EMAX クスリムか。このね、えー、二者択一の中で大体語られることが多いじゃないですか。なのでね、もうどっちか迷うぐらいだったら、もう両方勝ちゃうみたいなね。うん。だからそうじゃなくて、コアサテライト戦略というのは、まあ、実際には、安全、比較的安全って言いますかね、えー、な、 えー、金融資産をね、で運用しながら、うん、コアですね。サテライトは、まあ、ある程度ね、えー、自由に勝負をかけるというのが、本来のコアサテライト戦略の意味なので、ね、オルカンと、い、ね、米国株で半々とかになると、これはま、ね、あまりリスクを取ってないということになりますし、まあ、平均値以上のね、リターンは得られないということになりますよね。そしてま、こっから先ですよ。ね、えー、もしかして、えー、日本株の大ムーブは来ると。 いうことになればですよ。もちろん、ここからね、えー、もうね、バブル後最高値をつけたので、再び、まあね、7000円に戻っていくと、そういう戦略にいる人はね、うん、まあ、日本株に投資をしない方がいいと思いますし、個別株にはですよ。おまあ、そういった意味ではね、まあ、どこの国に投資をしても、それはまあ、リスクは同じなんですけども、まあ、ここから先ですよ。まだまだ上昇していくという考えがある人、そして高配当株投資でですよ。えー、ねリターンをね、えー、配当のですね、得て、 えー、まあ、いわゆる不労所得も得ていきたいっていう人は、かなり役に立つんじゃないかなと思ってます。まあ、少なくとも、ニーサの幅が広がりますよね。まあ、僕もですね、もう、あと、おね、えー、80になるまで、まあ、30年あるかないかなので、ないのかな。うん。やはり、やっぱ時間も限られるわけでしょ。うん。ある程度、もう資産がありますからね。まあ、そんな僕でも、おやはりニーサだけで積み立ててですよ。米国株オルカンだけだと、まあ、その、やはり、老後に使えるお金がないですよね。 やはり若いうちのにたくさん稼いだ方が自由に旅行行ったりとかねおいしいものを食べたりとか、まあ、それこそねえ節税という意味でも自分の子供たちにね、えー、早めに、うん、相続したりということでね生前贈与ですよね、えーまあ、選択肢が広がりますよねだからなるべく早め早めにはそれは儲かった方がねリターンもたくさん得た方がいいと思いますのでもちろんリスクリターンなのでね、うん、個別株投資をするといことはそれだけリスクが 増えまますけども、まあそういったことはね、やっぱその武器としてね、知識として持っておいてもいいんじゃないかな、ということで、こちらの方もですね、見本、見本じゃないですよ。これはもう実物ですね。上がってきました。ね。新忍者、完全勝利ってことでね。で、こちらも書店の方はですね、大阪、紀の国屋、そして新宿紀の国屋の方でですね、先行販売されてますので、一応発売日は今週金曜日からになりますけども、興味がある方はね、ぜひ書店の方でも足を向けて見てもらえたらなと思っております。ということで、 こちらですね。早速本編の方にまた移りたいなと思うんですけども、米、えー、PC データですね。えー、デフレーターになりますけども、言ったかな僕冒頭で PCE。うん、PCA とか言ってましたかなちょっとね、そこらちょっとお記憶曖昧ですけども、これがね、えー、まあ発表されると。で、ちょっとまたね、えー、このインフレの方にね、えー、また復活してきてるんですよね、数値の方がね。で、今回その、えー、数値がね、再び上がっているという 一応予測で言います。上がってるんじゃないかなと僕も思っていますね。やはり米国家はまあ経済が強いというのもありますし、なかなかインフレが沈まってないと、そういった意味ではね、今状況にありますよね。そしてそこにさらに今後は原油が加わってくるわけですからね。ここまでは多分原油まだ織り込んでないんじゃないかなと思います。それでも上がっていく予想であるということは、さらなるですね、原油の上昇に合わせて、もっとね、うん、このインフレが高まっていく可能性も ありますよね。その辺を今後、米国株はどう折り込んでいくのかというのが、これ以降決まってくるとなるので、僕はですよ、うん、仮にここで小反発すから、自立反発を遂げたとしても、まあ、第二波動ぐらいのね、えー、下落があってもいいんじゃないかなとは思っています。唯一それが起こらないとすると、パエルさんが狙ってですよ、うん、6月とかに利下げをすると、この状況の中でですね、そしてしばらくしないという、 あえての、そういったね、もう自分の任期ももうね、ある程度決まってるわけですから、うん。黒田さんと同じですよ。上田総裁に引き継いだね。あとは公認に任せると。とりあえず、およね、任期中に一回だけ値下げをさせてほしいと。うん、多分、周り許すと思いますけどね。うん、あそこで発言させたという思い目もあるでしょう。仲間たちはね、連銀総裁とかを含めて。やっぱ2023年の12月にね、値下げをするっていう発言をさせたのは、別にパウルさんの意思だけではないと思いますからね。チームで動いてますからね。FRB というのはね。 やはり、うん、一ん利下げをさせて <laughs> ね嘘つきパイルっていうね、えー、そういった、ね、過去のにね,ねこう続いていく負の遺産をなくしてから、まあ、退任してもらおうっていうふうになるんじゃないかなと思いますので、まあ、そうなった場合は一旦下げ止まるみたいなことが、ねえー、あるかもしれないですけども、まあ、その辺も含めてねこのお26日間に発表される PC デフレーターですね。 正式名称そうだというような気がしますけども、おが決まってくると。で、これはまだ原因を織り込んでないと思いますので、さらなるですね、インフレが高まってくる懸念も十分、この時点で考慮するとたがいいんじゃないかなと思ってます。少なくともね、えー、下がり続けてはいないという状況にありますからね。で、再びね、インフレに苦しめられる米経済と米国株ということでね、今日あのちょっと X に投稿しますけども、アメリカのですね、金融当局者は今週ですね、インフレ低下の進展はですね、停滞しているということを確認しているという発表が ま、記事としてありましたね。まあ、実際ね、そうですよね。えー、ここから下がってないわけですからね。しばらくですね。で、ここから原油がね、繰り返しになりますけども、加わってくるということで。で、26日に発表されます。3月のコア個人消費支出ですね。えー、支出ですね。PCE デフレーターですね。は上昇するんじゃないかという予測であります。今なってますね。前月比で0.3%上昇ですね。 前年比で2.7%上昇が今のところ予測されているということになっています。で、これもね、えー、の原油を折り込んでいるか折り込んでいないかで、この後のね、今度、4月、5月、6月もまた変わってきますよね。でパウリショックは、今のままパイルさんがね、うん、意図的に利下げをしてこなかったら来そうな気もしますけどもね、うん、まあ、これが来たら来たで、でも絶好の買い場になるということで、別に悲観はしないんですよね。うん。まあ、下がった方がね、米国株も、やはりいい、まあ、 買えば到来いてことになりますし。まあ日本株だってね、まあ今、反発をしてますけども、まあ米国株が、まこのままね、第二下落波動に入った場合は、もうちょっと押してくる可能性もありますよね。で、これは別に悲観てないんですよね。それはまあチャンスなんじゃないんですかと、そういったチャンスもね、しっかりと狙っていきましょうということで話せますので、えー、ね。だからそこをなんかこうネガティブに話してはないということだけはね、ご理解くださいということになります。あとはね、今日ニュースありますけども、アメリカのテスラですね。 中国、続いてドイツなどでもね、値下げを開始したということで、まあ、価格競争激化ということもありますけども、やっぱりそれもありますよ。もちろん中国のね、えー、いわゆる電気自動車に、結構ね、価格競争に巻き込まれて、押されてますからね。でもう一つ、やっぱり EV 車が売れない。これまではね、高価格帯では売れないと。 いうのもあるんじゃないかなと思います。そしてやっぱりね、もう EV 車を買いたいと思ってる層は取り切ってる可能性がありますよね。これもね、マーケティングでは、ね、こうやってパイをね、えー、こういう4つぐらいの区分するわけですよ。ちょっと忘れちゃいますけどね。で、えー、いわゆる先駆者的な人たちですよね。例えばね、携帯が出たと、iPhone から出るたといえば、えー、すぐに飛びついたりとかね、えー、こういった、ね、新しい、えーね、こういったデバイスが出れば、 まあすぐに飛びついたりとかっていう層が一定数いるわけですよね。新しいもの好きとか。まあ、あとは富裕層もそうですけどね。えー、ある程度、まあね、デバイスにはお金をかけますよとか。うん、まあ、そこそこね、豊かで、こういったものが出ればね、EV 車は買いますよってことですぐ買ってしまう層、うん。そこを苦痛にしてないと。で、やっぱり真っ青がついてこないと、やはり苦しいわけですよ。高付加価値ではか売り続けるのが難しいと。で、いよいよね、えー、電気自動車もおそういったね、一部のお試したい、チャレンジしたい。 他の人が持ってない車をね、手に入れたいっていう層は一巡したと思いますから、ここからマスに広がっていくかどうかという中で、欧州とか、今ね、EV 車に対してマス層がちょっとないんじゃないか、ちょっときついんじゃないかって今ね、感じになってきてますよね。日本もそうですよね。うん、やはりね、えー、今までのね、えー、ような流れでは、なかなか高付加価値のものを売りにくいと。そしてそうした中でね、えー、EV 車の 決定も出てきてるわけですから。やっぱそういったところで値下げが、値下げをせざるを得ないというところに追い込まれてるんじゃないかなとは思ってはいますけどね。マジョリティとかね、言いますよね。マッソのマジョリティちょっと忘れちゃいましたね、うん。昔は覚えてましたけどね、こういうこと。やまあんま最近使わないので、企画書でもね、最近こういうのあんま使わなくなっちゃったのでね、うん。まあもちろんうちの社員は使ってると思いますけども、私がね、現場で使うことがちょっとなくなってしまったのでね。うん ちょっと忘れちゃいました。覚えてたらね。あの別にこれは別にコメントで教えてくれなくても大丈夫です。あの、株式投資は関係ないのでね。<laughs> ここに出しておきます。まあ大体忘れてると思いますけどね。で、テスラもね、正念場を迎えたってことで、イーロン・マスクはね、テスラの価格を相次いで、えー、価格引下げを決断したってことで、中国、欧州、そして米国についてですね、えー、自社モデルの価格を引き下げたと。ね、で、あとはね、自動運転支援システムですね。えー、フルセルフ ドライビングのソフトウェアも、ね、作業したいってことになってますね。なのでやはりいい販売不振でね在庫も積み上がってるってこともありますしそもそもお先ほど話した通りねここから真っ直ぐに売っていくって中で今の高価価値ではちょっと売れにくいということなんでしょうで中国もね AV 車の不振が今続いてると言われていますし世界的なですね欧州とかアメリカのですね、AV 車に対するね え、いわゆる不、まあ、その、不審販売、販売不審ですね。ついていくとですね、まあ、トヨタの躍進が今ついてますよね。を見ても、おね、今後はやはりトヨタの、ね、まだまだ世界は、えー、EV じゃないと、ハイブリッドを求めてるんだっていう、あの3年ぐらい前の選択ですよね。あれがスマッシュヒットだったということに、結局なっていくってことありますよね。うん、まだまだ EV、EV ももちろん研究はしていくしね、あの、その時トヨタが走ったのはね、必要だと思ってるから。 いつでも出せる体制でありますと。ただ、ただただ世界は本当に EV 一色でいいんですかと。我々はガソリンではない。ハイブリッドですよね、うん。電気とガソリン。これによる安全性であったりとか、先進性ですよね。そして安定、走行性ですよね、うん。結局これが地球環境にいいんじゃないんですかっていうことをトヨタが言ったんですよね。うん、そうしたら、その通りになってきたってことで、いや、これトヨタすごいですよね。今考えるとですよ。唯一 ねあの時はでもメディアがね、こぞってトヨタガラパーゴスみたいなこと言ってますけど、唯一ガラポ、カガラパーゴスじゃなかったっていうことになりますからね。いや、素晴らしいと。さすがトヨタと。わかんないですけどね、この3年後、5年後わかんないですけどね。えー、ということですよね。まあ、少なくともね、日本のあの、携帯のようにならなかったですよね。あれこそ、ね、ガラパーゴスですだったわけですからね。蓋を開けてみるとね。 ま、あ油断せず行きましょうとなりますね。で、こういったエクセルの投稿はね、最近毎日やってます。それ以外もね、運気が上がる方法とかですね、えー、あとは為替とか知恵学の話もね、えー、日々、エクス投稿してますので、興味ある方は、ビコーナのね、リンクの方でフォローしてもらいたいなと思っています。で、日経平均ですね、えー、今日はちょっとね、370円高ということで反発しまして、終わりで、ね、37,438円で取引を置いてます。ただまあ、75日、同意金線をね、えー、にまだ、あ 設定,設定も,せあの設計もせないですね。えー、まだ、まあ、下落波動の中にあるという形なんじゃないですかね。こうやって形でね、レジスタンスラインを、ね、引いてみてもらうと分かる通り、ようやく下、ねえーね、レジスタンスラインに接点、えー、したと、うん、いう形ですので、ここでね、また下がってくれば、まあ、第二下落波動の最中ということになるので、次のターゲットね、えー、このあたりですね、3万、うんまあ、4あ四千円とか。 というところをターゲットにして、どこで下げ止まるかわからないですけども、下がっていくと、第二下落ハードの中でね、えー、っていう状況になる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。うん、で今のところね、ここで十分揉んでますからね。で、ト o ックスのはね、でもやや強いですね。えー、75日上動平均線でサポートされて上がっているので、まあ、バリュー株、うん、これもここまで売り込まれた割安銘柄がまあ買われて1日だったというふうに今なっているということですね。うん、だからトピックスのはまあ 今のところですね。で、半導体株とか売られてますから、大型株とかね、えー、やや優勢という今の状況になってますね。で、ここからね、注目3銘柄とってことで、えー、ちょっと見ていこうと思うんですけどね、材料が出た順にですね、まずは、ケミプロック活性ってことでね、ストップ高になりましたね。1、3月期の経常益をですね、急回復させたってことで、えー、従来予そのね、1億円から1.3億円ですね、全期費で7.4%増と、純利益もね、 えー、0.8億円から1.2億円に引き上げられたということになっています。で、これですね、ケミプロ科学、火星ですね、ストップ高で20%上昇になってますね。まあ、一旦大きく増えたとね、ちょっと調整に入ってました。まあ、さくらインターネットとかね、えー、うん、密、e、E&S みたいな動きですね。で、また、調整に入った後、まあ、200日に設計 する前にですね、七十五日で、えー、まあサポートされて再び上昇になってますからね。まあ興味がある方はね、いろいろご自身でチャートとか、えー、今回のね決算内容とか調べてみてもいいんじゃないかなと思ってます。まあね、もし日本株がねしばらく上昇するんだったら、まあ他のねさくらとか、えー、インターネットとかね、ミツイエンドエスも同じような動きをしてますので、しばらくまたね反発的可能性もあるかもしれないですね。で、続いてこちらで良がですね。大阪ガスということで前期計上三十三パーセント上昇修正ということで。 えー、従来予測のね、1700億円を2265億円と。で、前期はね、756億円だったので、まあ、かなりの上昇ですよね。えー、の軌道修正をね、収益してますし、今期の読みもですね、えー、33%情報修正なので、まあ、かなり良い決算なんじゃないかなと思ってますね。過去最高益ってことで。でこちらはですね、えー、まあ、エネルギー価格がね、高騰して、まあ、非常にね、利益が上がったということが書かれていましたね。 で、株価の方はですね、この75日移動平均線に接点、接近するためにですね、まあ、反発を遂げてます。で、ここにまた接近したのでね、えー、再び反発フェーズに入ったようにもテクニカル上は見えます。なのでね、まあこの決算今日出ましたので、明日以降ね、えーまあまあ、注目を集めると、そう判断する投資家がいたらですね、えー、この接点ポイントをね、いろいろ調べてですね、えー、いろいろね、ご自身の戦略をね、 っっってててももらいいいいんじゃないかなかと思っていますで最後の3つ目ですね。有機合成薬品工業ですね。こちら前期計上38%情報修正ということでね。えー、配当も1円増額ですかで従来予測をね、えー、8.1億円から11.2億円ですね。前期は6.6億円なので、まあ、さただでさえですね、情報修正の中にあるんですけども、 情報してね、えー、攻めの予測を出してきた中でさらに情報修正なので、まあ、これは良い決算と言ってもいいんじゃないかなと思っております。こちらもですね、円安の影響で売り上げはね、伸びたということが書かれています興味ある方はね、全部、公示されてますから、ホームページの方でね、誰でも見れますので、世界中合わせてね、こちらの方も見てくださいということになりますけども、こちらね、株価はね、行ってこいで、完全に元のように戻っているんでしょうね、214円ですね。大、え、体、ー、いいこのあたり、近辺が、えー、まあ、元のようになりますから。 まあ、これ1年チャートで見ると、一旦吹いて360円までつけた後、再び割安やな位置まで戻ってますので、まあ、これがね、えー、再びスタートラインに戻ったと。判断する投資家がいたら結構面白いんじゃないかなと。で、良い計算ですね、今回ですね。利回りが2.74%ということで、まあ3、3%超えてないですけども、まあ、別に悪くはないかなと思いますので、あとはね、ご自身でいろいろ講示された情報など 調べてみてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。次のターゲットはね、えー、26日にですね、米国の、ね、デフレーターが、ね、出ますので、この数値が、まあ、今のところ予測としては、ね、インフレに触れていくというですね、えー、そういったあ、ね、発表がされるんじゃないかということで警戒感が高まっています。まあ、自立反発の域、ねえー、にはありますけれども、再び、ね、そこを起点にして、今度ね、米国株が、まあ、第2下落波動に入った場合はですね、日本株も連れ立って、えー、下がっていく可能性も あります。ただ、それはそれで、まあ、僕ね、冒頭に話しますけども、まあ、絶好の会話になるということで、別にネガティブに捉えてるわけじゃないのでね、えしっかりと、まあ、もちろんそこから上がってきて、ね、上がって、ね、がって、ね、切り返していく可能性もありますし、そこでパウエルさんがね、僕はちょっと予測をしてますけども、まあ、周りがね、まあ、もうそもそも、そもそもね、もうおそらく3期目はないと思いますから、パウルさんもさすがにですね、求められても断るでしょうと思いますので、まあ、花道として、一回利下げさせてやろうかということも十分ありますから、これはね、人と人の関わりなのでね、うん まあそう考えるとね、まあそこ、いろいろちょっとカオスな、複雑なあのまあ条件が揃ってきていますけども、まあそれでもね、26日、まあその状況次第かなということになりますから、そこに向かってしっかりと、わ々もね、かかとを浮かして、状況判断をしていきましょうと。またなんか速報とかね、新しい情報が入りましたら、この YouTube を中心にしながら、X の方でも投稿していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。それでで。は、高速で